はい、えー、埼玉県川口市で100人以上のクルド人が騒音騒ぎを起こしていた件についてなんですけれども、これについて思ったのは、クルド人は悪くないなって思いましたね。っていうのも、この騒音騒ぎなんですけど、クルド人は極力日本人に迷惑がかからない形で行わって、行ってたんですよね。結果として、あのー、警察が、あの、 警察が来たりとか、そういう騒ぎになってしまったんですけれども、クルド人の人たちに悪意は全くなかったんですよね。そして、クルド人の思う常識と日本人の思う常識って全く違いますよね。クルド人の人たちがそうじゃないなって感じたら、日本人は、そう、それに合わせるべきですよね。っていうのも、クルド人の方たちは、辛い思いをして日本に来てるわけで、 そして日本でもこの少数派としてかなり抑圧されながら生きているわけでそこで憂さ晴らしとしてお祭りを行っていたお祭りをやっていてそれさえも日本人に抑圧されてしまってはクルド人の方たちが肩身を狭い思いい思ししてしまいますよね日本人はもっとクルド人の人たちの気持ちを考えて行動した方がいいと思います。 っていうのも、これから先日本人のげ、日本人はどんどん人口が減っていって、大量に移民が日本に入ってくるわけです。そして移民の人たちが日本に入ってくる中で、このような対応をとっていたら、移民の人たちも嫌がって外国に帰ってしまいますよね。移民の人たちが、より日本に住みやすい社会にどんどんしていくべきだと思います。日本は今や後進国ですよ。 移民の人たちをどんどん取り入れて、えー、日本の経済活性化していかないと、日本に未来はないと思いました。